サスペンション、または懸架装置は、主に車両において、路面の凹凸を車体に伝えない干渉装置としての機能と、車輪、車軸の位置決め、車輪を路面に対して押さえつける機能を持つことで、乗り心地や操縦安定性などを向上させる機構。その他の機械類における防振機構のことを指す場合もある。コイルオーバーの黎明期以来様々な方式のサスペンションが考案され実用化されているが、一般的な自動車のサスペンションは、基本的構成として、車軸の位置決めを行うサスペンションアーム、車重を支えて、衝撃を吸収するスプリング、スプリングの振動を減衰する、ショックアブソーバーで構成される。欧米では、スプリングとショックアブソーバーが一体となった部品を、コイルオーバーと称することもある。乗用車では、低コストなストラット式サスペンションが、最も多く用いられている。乗り心地の向上やタイヤの設置条件や車の姿勢を細かくコントロールする目的で、ジオメトリー自由度の大きいダブルウィッシュボーン式や、さらなる安定性を得るためにマルチリンク式なども多く用いられている。サスペンションの特性は、同じ方式でも一様ではなく、使われる部品の硬さや寸法に大きく依存する。一般に、サスペンションが硬いと表現されるものは、車重に比してバネ、定数が高い場合やダンパーの減衰力が高い場合が多い。サスペンションが柔らかい方が、路面の凹凸による衝撃を吸収しやすく、乗り心地を重視する乗用車ではサスペンションが柔らかくされる傾向にあり、スポーツカーやレーシングカーなどの自動車では、旋回時や加減速時の車体挙動を抑えるために、サスペンションは硬くされる傾向がある。俗にサスペンションがへたると表現される現象は、ほとんどの場合は、ショックアブソーバーの減衰力が低下したり、サスペンションアームの軸部に用いられているブッシュの弾力性が失われたりすることで発生する。懸架方式は大きく分けて、車軸懸架、独立懸架、下等両式に分類される。単純な干渉機能にとどまらず、外力に対して、車両の姿勢を積極的に制御し、安定させるシステムとして、アクティブサスペンションやセミアクティブサスペンションがある。それに対し、旧来の懸架装置は、パッシブサスペンションと呼ばれるようになった。車軸懸架方式、I型ビームのリーフリジット式車軸懸架方式は、左右の車輪を車軸で連結したサスペンション形式で、馬車時代から続く長い歴史を持つ。リジットアクスルサスペンションの和訳から固定車軸懸架方式と呼ばれることがあるが、フレームや車体に固定された車軸ではなく、左右の車輪の位置関係を固定する車軸の意味である。特に駆動輪に用いる場合は、ドライブシャフトがアクスルハウジングに覆われており、ドライブシャフトに角度を持たせるための軸継ぎ手を必要としないため、構造が簡単で耐久性が高い。左右の車輪が常に同軸上に保たれているため、車体がロールした際の対地キャンバーの変化が少ない。ホイールトラベルを大きく設計しやすいため、起伏の大きな路面状況での車輪の設置を保ちやすい。駆動輪の場合でもディファレンシャルが車軸上にあるため、その振動、騒音が車室内に伝わりにくい。反面、バネ下重量が重くなる傾向にあり、速度が高くなると、路面追従性や乗り心地が悪くなる。またロールセンターが高くなりがちで、旋回による車体のローリングが大きいなどの短所がある。大型自動車、商用車、クロスカントリー車での採用例が多く、特にそれらの駆動輪で用いられる。かつては一般的な乗用車でも、特に後輪に多く用いられ続けたが、多くは、後輪駆動から前輪駆動へと切り替わる際に別方式とされ、後輪駆動のままの車種でも順次下記の独立懸架方式に置き換わっている。車軸懸架方式を細分化すると次のように分類される。独立懸架方式ストラット式サスペンション独立懸架とは、インディペンデントサスペンションの和訳で、左右の車輪が独立して動作するサスペンション形式である。固定車軸方式に比べ、車軸を持たないことで、バネ下重量が軽いために、乗り心地や路面追従性に優れ、また、車軸の陽動空間が不要なために、フレームや車室の床を低くすることができる。特に駆動輪に用いる場合には、デファレンシャルやドライブシャフトが車軸に加わるために、蒸気の長所がより顕著になり、さらにデファレンシャルがエンジンの直下に配置される車種では、エンジン搭載位置も低くすることができる。また、リンク機構を用いているために、ストローク時のジオメトリーを操縦安定性が向上するように設計することが可能である。一方で、部品点数が多く、製造コストや整備コストが高くなりやすい。またサスペンションアームの寸法の制約により、ストロークが短くなる傾向にある。さらに駆動輪に用いる場合、バネ状の車体に取り付けることになるデファレンシャルの振動、騒音が車室内に伝わりやすくなる。スポーツカーやレーシングカーにとどまらず、現在では一般的な乗用車や中型以下の貨物車のほか、観光バス、高速バスなど一部の中、大型バスでもフロントサスペンションに独立懸架が採用されている。乗用車では FF、FR とも上級車や高級車はリアサスペンションにも独立懸架が多く用いられ、後輪固定車軸車との差別化のため、インディペンデントリアサスペンションの頭文字を取った IRS を商標に取り入れたりカタログで強調していた時期もあった。独立懸架方式を細分化すると次のような方式に分けられる。トーションビーム懸架方式。トーションビーム式サスペンションは左右の車輪がねじれを許容する針で結ばれている構造で、独立懸架ほどではないが車軸懸架よりも左右の車輪に自由度が与えられている。前輪駆動車の後輪やトレーラーなどに採用されている。特に FF が多いコンパクトカーや軽自動車の後輪用では主流となっている。トーションビーム式を細分化すると次のような方式に分けられる。キャブオーバー型の大型貨物自動車の中には、車軸のサスペンション以外に、フレームとキャビンの間に干渉装置を設ける、キャブサスペンションを持つものが多い。日本製トラックでは1981年に、日野自動車製の車両で初めて導入された。キャブサスペンションは、コイルバネや空気バネ、検濁液方式などが用いられており、車軸のサスペンションの耐荷重性能強化と乗り心地の向上という相反する要素を両立するために採用されている。エンジン出力や積載量の割にホイールベースが短い牽引自動車のトラクターでは、キャブのピッチングを抑えることができる。トラック、バス、四輪駆動車、建設機械、農業機械などでは、運転席が干渉装置で支持されているサスペンションシートが採用されているものもある。ドライバーの任意でバネのプリロードを調整でき、不要な場合はロックできる。キャタピラで走行する車両は主に牽機、農機のほか、戦車など戦闘車両がある。キャタピラ走行装置はサスペンションを付加すると、部品点数が激増しコストや整備性の点から、牽機や農機では速度を妥協してサスペンションは一般に、備えない。戦車も開発された当時はほとんど農業トラクターと同様の構造でサスペンションは存在しないかないに等しい状況であったが、特に不整地での機動性向上の要求から各種のサスペンションが考案、実用化された。歴史上存在する戦車に取り入れられたサスペンションとしてリーフスプリング、コイルスプリング、クリスティ式、トーションバー式、油気圧式などがある。キャタピラ走行装置は、履帯の間の一端について、エンジントルクを伝達する動輪、動輪の反対側につく誘導輪、動輪と誘導輪の間に配列され、荷重を分散させる転輪で構成される。低速の牽機や農機では、動輪、誘導輪も設置して、荷重を受け持つものが多いが、戦闘車両では動輪にサスペンションをつけると構造が、複雑化することや、障害物を乗り越えるために、動輪、誘導輪は、高位置に設けて設置させず、サスペンションは転輪にのみ装備される。また近年では、足回り以外にも、戦闘車両が爆発物によるゲリラ攻撃を受ける機会が激増し、車体は耐えても乗員が衝撃で死傷するリスクを低減するため、座席に干渉機能を備えることがトレンドになっている。オートバイのサスペンション。オートバイに使われるサスペンションは、そのほとんどの形式では、スプリングとショックアブソーバーが一体のサスペンションユニットとなっている。自動車と比べると、オートバイでは、サスペンションスプリングの伸縮による車体のピッチングが大きく、これによる操縦特性への影響が大きい。オートバイでは、前輪側と後輪側で異なるサスペンション形式を採用する場合がほとんどである。オートバイの前輪側サスペンションは、後輪側よりも早い時期から取り入れられていた。歴史的にはガーダーフォークやアールズフォークなどの形式も広く用いられていたが、現在は多くの車種でテレスコピックフォークと呼ばれる形式が採用されている。テレスコピックフォークは単純な構造で部品点数を少なく作ることができるが、フォークに対して直角方向の荷重に弱いほか、制動時などにフォークのストロークが大きくなると、キャスター角の変化が大きくなる短所を持つ。こうした短所を克服するために、ボトムリンク式やテレレバー式などの形式も採用されている。初期のオートバイには、後輪側に干渉装置がない車種も多く、代わりにサドルにバネが付けられていたものも多かった。こうした車両の構造は、リジットフレームと呼ばれている。現在では、ほとんどの車種でスイングアーム式が採用されているが、かつてはプランジャー式やハブクッション式といった形式も存在した。鉄道車両でも機上への追従性、車両の安定性、乗り心地や静粛性の向上を目的としてサスペンションが組み込まれているが、自動車とは異なり、舵取り装置が不要で、前後どちらの向きにも同じ速度で運転されることから、自動車とは構造が異なる。ゴムタイヤ方式や超低床電車などを除くと、左右の車輪は、車軸と一体の輪軸を採用していて、各軸の軸受けに喧嘩装置がないと軌道の狂いに対応できず、速度を上げた場合や Y の不均等が起こった際には、脱線につながる。トロッコなどで喧嘩装置のないものが見られるが、この場合は左右輪が独立して回転できるようにして、車輪がレールへ乗り上げることを防いでいる。鉄道の黎明期には、機関車以外の客車や貨車は二軸車であり、車軸の支持方式は台枠に固定された、軸箱盛を一決めに用い、干渉に重ね板バネを用いていた。これは現在でも二軸貨車などに用いられている。その後、車両の大型化と高速化が進むと固定車軸では対応できなくなり、ボギー台車が生まれた。レールに対する車輪の追従性は、軸箱を支持する、軸バネが担い、乗り心地に関しては、台車と車体の間に備わる枕バネが受け持つ、分業となった。新幹線では高速走行時の車両の安定化を図るため、JR 西日本500系車両にアクティブサスペンションを取り入れて、時速 300km での運行を実現した。自転車においては、起伏の激しい路面を走るマウンテンバイクやダウンヒル競技用のダウンヒルバイクにサスペンションを装備するモデルが多く、一部のクロスバイクでも装備されている。前後輪ともにサスペンションを持つフレーム構成をフルサスペンション、前輪のみに持つものをハードテールと呼ぶ。特に高速で起伏の激しい斜面を下るダウンヒルバイクでは、サスペンションストロークを大きく取った。フルサスペンションである場合が多い。一方、サスペンション機構を負荷することで、車体重量が増え、構成部品にかかる費用が増加することから、安価な軽快車や軽量性が求められる、ロードレーサーなどではサスペンションを装備しないものが、もっぱらである。主に事務用の椅子において、人の体が触れる部分の表層に、クッション性と通気性を兼ね備える目的で、弾性樹脂でできた網目状の布を用いるものがある。こうした布をサスペンションファブリックと呼び、この布を用いた椅子は SF チェアやメッシュチェアの名で呼ばれる。SF チェアの多くは鋼もしくは高強度の樹脂を成形した剛性の高いフレームにサスペンションファブリックを貼った簡素な構造を持つ。建築物の外装材の一種であるカーテンウォールは幅2メートル内外。高さ4から5メートル程度の大判のガラスが用いられる。このガラスには風圧に耐え、人や物が衝突して容易に破損しない耐衝撃性が求められるため 20mm 程度の厚みになり、1枚あたりのガラス重量は数百kgになる。一般的なガラス窓ではガラスの重量はサッシ下辺で支えられるが、カーテンウォール用の大判ガラスの重量をサッシ下辺のみで支持することは指向性や費用面で容易ではないため、ガラス上端をつり金物で挟み、上部構造体の梁やスラブに固定して、ガラスの重量を分担することで問題を解決している。こうした建築工法をサスペンション工法と呼ぶ。ありがとうございます。